皆さんこんばんは、スルメです。今回もですね、あつ森やっていきたいと思います。今回の服装はこんな感じにしてみました。ヘイハリモー。嘘でしょ。え、ダンベル代わりになるかな、株。え、ハリモーはウリちゃんから株を買ってさ、ダンベル代わりにして食べてたんだ。株トレしてんだ。知らなかったわ。そんな使い方もあるんだね。まあ、でもせっかく教えてもらったので、私もちょっと株トレやってみようかな。株をダンベル代わりにして食べるんですよね。よいしょよいしょよいしょ。そして食べる。こういうことですよね、株トレ。これで鍛えられるとは思えんな。トイレ行きたくなるだけですね。あ、ビンタがお昼寝してる。かわいい。はい、皆さん見てください、こちらビンタのご尊顔でございます。めちゃめちゃ可愛い。もうね、単なるお昼寝じゃなくてさ、もうベッド用意して、もうガチガチに気合い入ったね、ガチ寝してらっしゃるので、めちゃめちゃ可愛いですよね。まあ、寝る子は育つって言いますからね。もうバンバン寝て成長してほしいなって思いますね。え、めっちゃ体成長しとるやないかい。いや、急にどうした。いや、昨日まで普通だったよね。1日で背伸びすぎじゃない。え、どうしたの。いや、急な成長期来た。まあ、マグロも興味津々じゃん。おかしいもんね。いや、でもこれ体どんな風になってるんだろうね。急に成長してるからさ、めちゃめちゃ気になるんだけど。ちょっとこれパネル外してみようかな。もうロングボーイじゃんね、これじゃあ。え、ん、いや、ビンタとジャックが縦に寝てるだけかい。いや、なんで縦に寝てんだよ、紛らわしいな。しかもパネルまで置いちゃってさ、もう誰が置いたのこのパネル。まあ、私なんですけどね。人騒がせなパネルだわ。あ、ジャックおはよう。あ、お着替えして。あ、ビンタもおはよう。パーってまだ眠いか。僕が最近ハマってるお外での楽しみはね、ラブソングを歌うこと。え、意外すぎてびっくりした。お昼寝とかじゃないの。ラブソング歌ってるイメージあんまないんだけど。でも、あんまり大きく口を開けると虫さんがうっかり飛び込んじゃうかもってヒヤヒヤするけどね。だなら、そうなんだ。え、誰へのラブソングかな。私だったら嬉しいですけどね。どんな風に褒められると嬉しい。僕はね、たまに可愛いって言われるの、あれ結構嬉しいかな。遠回しに好きってことだろ。いや、そんなことはないよ。いや、結構みんな気軽に可愛いって言うからね、特に女の子は。まあ、結局のところ褒められたらどんな言葉でも嬉しいよ。まあ、それはわかる。まあ、可愛いって言われるのは嬉しいよね。はい、皆さん見てあげてください。ジャックが可愛いと言われたがっています。パーカー着てね、ソフト持って座るっていうね、もう可愛いよ。分かってますね、ジャックはね。あざといですね。なんか私も眠くなってきたから、ちょっと寝ようかな。お昼寝しよう。いやー、気持ちいいわ。え、ちょっと待って。え、私タコ人間になっちゃった。いや、私スルメなのに。いや、せめてなんか足がイカになっちゃうとかならわかるけど、なんでタコになってんの。え、いや、タコリーナやないかい。はい、ということで、まあ、パントマイム的な感じでですね、ベッド2つとシンプルなパネルが何枚かあれば、長い猫やね、合体人間が作れるという遊びでした。もちろんね、このパネルをたくさん並べればね、より長くなるので、ぜひね、気になった方は遊んでみてください。最近ね、スマホゲームでロングボーイっていうのがあって、もうそれがね、すごいロングな男の子をなんかお助けしようっていう感じのゲームなんですけど、もうそのロングボーイがすごく面白いので、ちょっとビンタをね、ロングに、ロングビンタにしてみようかなと思ってね、今回やってみました。ちなみに成長系だとマイデザインでね、タコリーナをちょっと成長させたことがあるので、ぜひね、気になった方はこちらの動画も見ていただけたら嬉しいです。いや、タコリーナさん、あなたダブルソフトじゃないですか。まあ、頭にもソフトだし、手にもソフトだし、美味しそうですね。しかもね、自分も真っピンクだし、すごいな。おしゃれ上級者ですね。ね、サメがいました。めっちゃ久しぶりに会った。6月になったからね。そうだ、6月になったからまたさ、サメが出るようになったんですね。激アツ。これは釣りたいと思います。変なとこ投げちゃった。
ちょっとビビってますね今スルメね。いや絶対釣りたいからな。よし来い来い。あ来た。おお、これは重いぞ。おお、やった、ジンベエザメだ。やったー、ギョエー、ジンベエザメを釣り上げちゃった。でっかい。やった、嬉しい。今年初サメをゲットいたしました。嬉しい。まあ、我が島にはね年中このマイデザインのね砂のサメさんがいるんですけど、まあ、本物のねサメに久しぶりに会えました。そう、私まだね生き物図鑑が完成してないんですよね。そう、サメはね多分全部取ったと思うんですけど、ちらほらねまだね抜けてるんですよ。いや結構抜けてんな。結構抜けてるので、もうそろそろちょっと図鑑をね完成させたいなという目標がね密かにあります。ちなみに海の幸はこんな感じですね。結構抜けてますね。虫は結構揃ってるんじゃないかな。どうだろう。あ待って、ここすごいすっぽり抜けてる。ここら辺がすっぽり抜けてるので頑張りたいと思います。あちょっと自慢しよう、ジンベエザメ。どーん。ね、今ビアンカ様とジャック絶対さお互いの顔見えてなくない？ねほら見て、ジンベエザメ。なんか暖かくなってきたからなのかさ、みんなアイス食べてるんだけど。なんか住民さんみんな、しかもおのおのね違うアイス持ってるんですよね。いいなー。私何かに悩んでいてもあったかいお風呂に入ればすっきりするのよね。わ、めっちゃ羨ましい。それそれに風呂上がりのリンゴジュースは格別の美味しさよ。あ、リンゴジュースが好きなんだ。へえ。まあでもちょっとわかる、私もねお風呂上がりのオルナミン C がマジで至高。はい、ということでですね、今回はあつ森版ロングボーイということで、こちらのベッドとねパネルを使って遊んでみました。はい、この動画が少しでもいいなと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価、コメントなどいただけるととっても嬉しいので、もしよろしければお願いいたします。あつ森はですね、こういった企画や検証動画、自分で作ったマイデザインで遊んでみたりとか、ハピパラとかね、いろいろやっております。あつ森以外のゲームもねたまにやったりしてますので、ぜひぜひ他の動画も見ていただけたらすごく嬉しいです。はい、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。スルメでした。バイバーイ。